2013年今年何歳になります？大人です。はい、お決まり、大人ですね。結構前から大人ですけれどもね、はい、今年も大人ですということでね、はい、バッチリバッチリ RA。 続いて一日店長、今日は朝からやっておりますけれども、店長としてマルエの中でおすすめのお店などはありますか？サマルエたくさんのお店が入っておりますからね。洋服、雑貨、はい、出ました。カレンダーショップ何階にあるんでしょうかね。初めて聞いた気がしますけれども、これはまた出ましたか？どうやらのカレンダーの宣伝でしょうかね、これはね。また来た。よっぽど買ってもらいたいんでしょうね。はい、そうです、1600円です。知っております。先ほども聞きました。でも知らない人もいるかもしれませんからね。はい、カレンダーショップは残念ながらマルエの中にはございませんけれども、はい、はい、でもね、あのカレンダーとかも、ね、置いてあるお店、6階7階にはあのマルネさんが入っておりまして、文房具なども置いてますので、そこにもカレンダーありました。先ほど見ましたのでね、ドアラのカレンダーはもちろんですけれどもね、マルエに置いてあるカレンダーも見てもらいたいと思います。さあ、続きまして、置いといて、今ここは8階ですけれども、8階ではある展示を行っております。ドアラ店長はもちろんご存知でしょうね。あちらの皆さんの奥のコーナーにですね、あの展示を行っておりますけれども、ここでは総額90億円の高価なものが並んでおります。はい、ここでクイズです。ドアラ、実は後ろも危ないからね。後ろにも絵があるの。高価な絵がありますけれども、そう、皆さん、お客さんの後ろの会場におきましてはとっても高価な、ね、展示を行っておりますが、この催事は新春大〇〇展。さあ、〇〇の中に入る言葉は何でしょうか？これはバッチリかな。新春大〇〇展、総額90億円、とってもキラキラしております。はい、出ました、新春大丸 A 店。正解、正解は新春大黄金店です。そうなんですよ、黄金の品々が並んでおります。中でもですね、お姉さん見てきてすごいなと思ったのが、東京スカイツリーの金でできた東京スカイツリー、とっても綺麗ですよ。ぜひ、いくらなんだよ、4000円。運転前です、確か4360万円なんです。直径、高さ 63.4 センチ。買っていけば簡単に言いますね。もう私、一生かけても払えるか分かんないぐらいなんですけれどもね、はい、よかったらドアラさん買っていってくださいね、店長ですからね。さあ、ということでですね、あの皆さんどうぞ、どなたか変わりますよ。あ、あのちっちゃい子が買ってくれるみたいですよ。任せとけ。さすがですね。将来何になるでしょうか。期待できますね。